ここもアブラボテの生息域になるようにっていうことを狙って、えー、やってきたところなんですけれども工事の前は住んでいなかったところ、えー、調査で確認されなかったところなんですけれども、えー、工事の後ですねアブラボテの住みかが広がった、えー、一つの事例のところになりますえー、っとこれはミゾソバっていう草で陸上に根っこがあって 水中に、えー、伸びていって水の中で葉を広げてる、えー、植物ですけども、えー、とこういう植物が、えー、茂っていると、えー、水の中で細かい空間がたくさんできる、えー、隙間がたくさんできますので流れが遅くなるのと、えー、小さい隙間に身を隠せるっていうことでこういう緩い流れのを利用する魚は好んで使っています。ですからそうすると、えー、流れがあるけど遅いっていう場所があって そこに日光がよく入っているところっていうのが重要になりますここは以前は水面の幅が3分の1ぐらいになっていて、えー、両側の生地が高い状態だったんですねなので両側に草が生えると光が当たらないで幅が狭いですので水深が深くって、えー、一定の流れが割と早く流れているっていう水路だったんですけどもそれを広げることによって流れが遅くなって日光が当たるようになって で、えー、植物が生えたっていうことで大きく環境が変わったところになりますそれからアブラボテは貝に卵を産む貝は、えー、土壌に養成時代育ててもらうっていうことがありますので、えー、土壌と、えー、貝が住める環境としてこういった砂利がふわっと溜まった場所それから泥が溜まっている場所っていうのが、えー、できていることそれから陸上で、えー、時々水溜りになる場所そういったものがあると、えー かなななりりり有利ににまますすすそうですねあの洪水が来たのとと同じことになります生き物としてはた、えー、まったばっかりの柔らかい、えー、土砂っていうのが非常に重要なので、えー、っとむしろ洪水は毎年起こってくれた方がいい。で用水路の場合は洪水が起こらないのでその代わりに農家の泥揚げ作業というのが 一年に一度泥かきをするっていうのがちょうど洪水と近い適切なインパクト、えー、同じ働きをしているっていうふうに、えー、考えられていますここはかなり狙った通りのことが、えー、できたところなので、えーまあ、これは設計やっててよかったなっていう一番思うところですねのそのためには使っている土地を広げるっていうところから始まって えー、農家の人の大きな理解が得られないと絶対できないことですし、えー、事業費の確保っていうのが何らかの形でできないといけないたくさんの人のの人協力、えー、それからご理解っていいいうのがなななととできないことになりますすごく、えー、幸運な事例というふうにも言えると思うのでこう,いうこういう事例に出会えることのが幸せだったなっていうのも思いますね。 江戸時代の終わり頃ですね幕末の頃に作られたのが最初ですねもともとこういう東高線に沿った水路はなかったので、えー、雨が降った時にザッと流れる、えー、縦の沢が入たくさん入ってるっていう地形だったと思いますなので水の流れは急な、えー、谷川ばっかり先ほどお話しした油ぼてとか土壌とかっていう えー、流れの緩いところを利用する魚にとっては、えー、全然住めない場所だったと思いいます、えー、いつの時代からだんだん生態系ができてきたのかは正確には分かりませんけど150年ぐらいの間、えー、続いてきた生態系と。なので、えー、ここっていうのはその人の営みで用水路ができてから、えー、下の川から上がってきた平野の 洋水路や小川にいた魚が、えー、新しく住み着いた人の営みで新しくできた全然それまでとは違う生態系ということになります。